一丁目に分類される上目。鼻空がまっすぐで鼻光が前方内視下方を向いており、これは鼻空が屈曲して鼻光が左右を向いている極微モ目との相違点である。また、直気微モ目は極微モ目と違い、エルグロノラクトンオキシダーゼの活性が失われているためビタミン C を合成することができない。直家微モ目と極微モ目の分岐と、 同時期の6300万年前にこの酵素活性が失われている。ビタミン C は強い抗酸化物質であるが、進化の過程で接触により補給できるようになったと考えられる。そのため接触できない時の一時的代替としてこれも強い抗酸化物質である尿酸が使われる。人浄化ではさらに尿酸を分解する。 尿酸オキシダーゼの活性も失われており、これは、人科の動物にとって、有利な進化であったとの考え方もある。極微アモクの種には、夜行性のものが多いが、磁気アモクでは、メガネザルシタメと、コービサル類の一部を除き、中高性である。学名、ハプロヒネは、古代ギリシャ語で、単一の、単純なノイがあるハプロズと、花ノイがあるリスに由来する。 和名は、単美類と直訳されることもあったが、1989年に、極花類に対応して直花類と訳されるようになった。1918年に記載され、1812年に、すでに記載されていた、ストレップスリニーと合わせて、霊長目を二分割する分類として用いられたが、当時は、亜目ではなかった。1953年にも、 霊長目を直花類と極花類にに分割する説が採用されたものの当時は定着しなかったが、1980年代以降になると採用される機会が増えるようになった。以下の分類和名は、日本モンキーセンター霊長類は妙リストに従う。ただし下目の和名については、かわたらに従った。ありがとうございます。